海浜幕張駅。海浜幕張駅は、千葉県千葉市三浜区日比谷2丁目にある、東日本旅客鉄道、JR 東日本京葉線の駅である。駅番号は、113。幕張新都心の玄関口となる駅であり、駅周辺には、多くのオフィスビルホテル、ショッピングセンターが立ち並ぶ。駅南側には、幕張メッセやプロ野球。 千葉ロッテマリーンズの本拠地であるゾゾ、マンスタジアムといった施設が立地し、イベントや野球試合が開催される日は、多くの乗客で賑わう。2005年のプロ野球開幕日から、地元の要望により、列車の発車を告げる音楽、発車メロディに、千葉ロッテマリーンズの球団家、We Love Marines のサビ部分が採用されている。武蔵野線から直通する列車。 下大佐号を含むの千葉県側の終点駅となっている。このため、武蔵野線直通列車と京葉線内の列車の両方が利用可能である。ただし、朝夕通勤時間帯以外の早朝、日中、深夜などは当駅までの直通列車を設定していないため、南船橋駅もしくは市川塩浜駅での乗り換えとなる。2002年12月1日のダイヤ改正以前は、 日中にも直通列車が設定されていたが、京葉海速の南船橋駅への停車に伴い廃止された。京葉線東京駅東駅間の区間列車も多数設定されている。特に土曜、休日の日中の各駅停車は全列車が東京駅東駅間の運転である。京葉線快速の蘇我駅、内房線君津駅、東金線なる東駅と休日のみ終着。 日中の外房線和佐一宮駅終着は、東駅伊藤は各駅に停車するが、各駅停車とは案内されず、快速のまま案内される。京葉線の途中駅では、唯一特急、和菓子を、さざ波が停車し、東京発16時までの下り列車及び、東駅発11時以降の上り列車すべてが停車する。また、幕張メッセで開催されていた、東京モーターショー。 インタラアップ東京、シーテック、ジャパンなどの大型イベント開催時に、東駅始発東京駅直行のサザナミが運行されたことがあった。9年のシーテックジャパン向ける支社までは、我が仕様として運転された。JR 東日本が進めるエコステのモデル駅として2013年9月13日に駅リニューアルが竣工した。その際、4番線ホームのさらに南にあるスペースに、 太陽光パネルや風力発電機が設置されている。中央本線の四ツ谷駅、東北本線の平泉駅に続いて3番目のエコステである。英語での正式駅名は海浜幕張であるが、周辺の案内看板、標識などでは海浜幕張などといった表記も見られる。京葉線が東京駅まで全通した当時は快速通過駅であったが、 その後の幕張新都心の整備により、駅周辺が発展し、現在では、京葉線内の途中駅で、唯一の特急停車駅となった。島式ホーム2面4線を有する高架駅で、高架下に駅舎がある。直営駅で、緑の窓口、営業時間7時20時、自動券売機、指定席券売機を併設、自動改札機、自動生産機が設置されている。 また、改札内外両方に1000円札専用の IC、カードチャージ機を設置している。2013年、平成25年9月13日に、JR 東日本で3番目のエコステとしてリニューアルし、同時に、高架下に、ペリエ海浜幕張が、グランドオープンした。LED 照明、高効率空調、節水トイレ、壁面緑化、地熱利用換気システム、 太陽光最高システム、ローイー服装ガラス、遮光フィルムなどを採用し、上りホーム南側軌道脇には太陽光発電パネル、南側正面防風壁には風力発電機を設置している。延べ床面積は約4540平方メートルで、内店舗が約2240平方メートルである。線路の構造上、複雑な方向、案内になっている。 開業後しばらくは2.3番線に線路が付設されていなかったが、1995年12月1日のダイヤ改正直前に付設された。外側の1.4番線が本線、内側の2.3番線が副本線で、環球接続や折り返しに使用される。千葉ステーションビルにより、改札内に5店舗と改札外に22店舗の商業施設、 ペリエ海浜幕張が営業されている。詳細は公式サイト、ペリエ海浜幕張を参照。また駅南口を出て、蘇我寄りに第二幕張海浜保育園という保育施設がある。また、南口高架下にはコインロッカーがある。2012年8月31日までは飲食店モールデラ海浜幕張が営業していた。2017年、 平成29年度の1日平均乗車人員は67,572人である。京葉線内の中間駅では新木場駅、前浜駅に次いで第3位。千葉市内では千葉駅に次いで第2位である。JR 東日本全体では武蔵坂駅に次いで第68位。また、単独路線の駅、他車線への乗り換えがない駅としては県内1位である。 舞浜駅とリゾートゲートウェイステーション駅を別駅と、みなすと2位。利用者は年々増加しており、2007年度には5万人を超え、2011年度には新浦安駅を上回った。開業以降の1日平均乗車人員の推移は、下記の通り、当駅は幕張新都心の玄関口であり、北西側と南西側には、イオン本社ビル、イオンタワーをはじめとした。 オフィスビルや商業施設宿泊施設、設宿泊などが立地する。路上喫煙禁止区域になっているバスターミナルが北口側にあり当駅近辺の施設を目的地とする多くの路線バスが運行されるとりわけ総武線及び京成千葉線の幕張本郷駅を結ぶ路線は運行本数利用者数ともに非常に多くっているそのため日本では 数少ない連接バスを一部系統で運行している。このほか、茨城県伊多市、神栖市、鹿島市、千葉県創作市、銚子市、東金市、三部市、羽田空港、成田空港、四水プレミアムアウトレット、中部、関西方面への高速バスも運行される。京成、A、バス、千葉海浜交通、平和交通、千葉シーサイドバスなどが乗り入れている。マリーンズ号は、 南口にあるプレナ幕張のグッズショップ、マリーンズボールパーク前の特設バス停から発車する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。